どうも、勇者です。はい、ではフルスロットル8ナイトメアのルブルムドラゴン行きたいと思います。パーティーはこんな感じ。ミッションです。リノアとキスティスでセルフィーを入れてます。で、レンジョーさん借りますね。まあここまではいつも通りなんですが、まずこいつ物理でカウンターやっていきます。これ200のミッションと違う点。200のミッションは黒魔法でカウンターだったんですけど、こいつは物理でカウンターやっていきます。で、闇セシ入れてるんすけど、闇セシがそのせいでめちゃくちゃお荷物。後半にカウンター率がすごく上がるんですけど、もう後半のね、カウンター地獄たるやね、尋常やなくて、まあ見ててくださいよ。まあ、で、後半もあんまり行動させたくないので、もう逆に言ったらさせない感じで行こうと思ってて、で、きつすぎるからもうへこんでて、ちょっとレジェマテを、まずレインズのレジェマテを解放しました。で、プラス、リノアのレジェマテも微妙に解放してます。これメメントいったら多分反射するんで、大ダメージ食らいますけど、強引に行きます。死にはしないぐらいだと思う。ギリギリですけどね。これが、もうバースト入ってからだったらもう遅いんで、死ぬんで、本当に。死んじゃうんで、今日メテオ。これは大丈夫。これはまあ大丈夫というか死なないってことですね。で、鉄壁が闇セシの手によって入ると。よし。さあ、まあ、リノはね、だいぶ、いろいろ解放したので、火力はそれなりに上がってるとは思います、実際。ただ、それをね、差し引いてもめちゃくちゃ強いんで、で、辛い要素が結構いろいろあって、よくわかんないんですけど、本当によくわかんないんですけど、後半で、このルブルムドラゴンが、防御力が上がるんですよ、魔法防御が。で、ダメージが通らなくなる。上がってるんだと思うんですよ。上がってるのか、もしくは、こっちが下がってるのかよくわからない。レインズが下がってるのかもわかんないんですけど、とにかくレインズの火力が前半に比べて後半で著しく落ちるんですよ。まあちょっとそれも見ててくださいね。理由がわかんないんですよ。なぜ落ちてるのか対策ができずに、まあこっちは同じことをやってるんですけど、で、それプラス、まあ、物理で攻撃を与えられなくなってくるっていう制約のせいで、実は後半、ダメージがめっちゃしょぼくなる。まあ、今見てください。死中活で900しか入らないですからね。本当に硬い。いつもそれなりに闇セシは火力が出てるのを、まあ、見ていただいてると思うんですけど、今回に関して本当にもうね、全くいいところなしですね。ただリフレクは、実は見た目だけで、このバービーに関してはガツガツ貫通するんですよ。よし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 。ガツガツ貫通するんで、それだけは助かりました、本当に。これ最初デスペルやりながらやってたんですけど、もうね、全然もう間に合わないんですよね。鉄壁のこともあって。鉄壁2枚しかないんでね。さあ、ダークフレイム。さあ、どうでしょう。いつもだったらダメージソースがこれです。もうこんな状態。まあ、全くもっても意味がない。無意味。というか、むしろツイスターを呼んでくるだけ、邪魔な存在になっちゃってる。その輝き、もう一丁いかない。結構もう一丁いくんですけどね。本当に。中確率で、さらに、レコマテも、2回発動のものをチョイスしてきてて、まあ、ロマン仕様にしてます、レインズ。だから、出てくれないと話にならないレベルですよ、正直。さあ、リノア頼むぜ。よし。
よしよしよし、もうちょっとで弱体化まで持っていけると思う。レインズこれ2回発動してくれたら弱体化まで持っていけるかも。よし、ナイス、ありがとう。まあ正直もうレインズ頼みですよ。レインズのこの運、この運がどれほど続くか。この運に頼り切ってます。もう一丁、よーし、結構出るんでね、そこそこ出るんで、よし、まあ、最大しかも3回出ます。レコマテもあるんで、よっしゃー、いいダメージ、ナイス、いいよ、いけいけいけ、むちょー、出ない、さすがに出ない、ファイが食らう。さあ壁を張りたいっすね、即時。だからね、レインズに関してはもう時間は絶対に言ったら3回分の時間はないんで、まあどこかで前倒しでこの必殺を打っていく感じになりますかね。ただ実際必殺よりももうね、強いんでね、あの普通のアビの方、アビーバービーの方が強いレベルなんで、正直バービー使ってて使ってて最後の方で使うぐらいが一番いいかなと。即時発動にならないことの方が鬱陶しいぐらいなんですよ、本当に。邪魔っていう、ずっとバーストにいときたいぐらい。いいっすね、ダメージいいね、だいぶ上がってますよ正直。まあどれぐらいか説明しにくいんですけど、だいぶ上がってます。体感とかそういうレベルじゃなくて、すげえ上がってますね。ナイス。まあ多分リノアのレジュマテこう解放してなかったら多分勝てないと思います、私の現状では。あの闇選手入れたら、まあそれがもうなんとなく途中で分かってきたんで、3時間ぐらいやってるんですけど、ちなみにこれね、ほんと息抜きのつもりで、確定申告の息抜きのつもりでやり始めたら、もう確定申告よりしんどいことになりました。ただちょっと見えました。まあ正直レジェマテ解放しなくてもいけるとは踏んでたんですよ、実は踏んではいたんですけど、もうね、運ゲーすぎて、それをやろうとすると。まあ、要するにもうレインズ発動次第すぎてね。あとカウンターのこなさとか。だからカウンターはもうこの辺からカウンター祭りになるんで、正直闇セシはもう動かしたくないんですよ。あの、物理攻撃を一発もやりたくなくて。よし。あ、もう硬くなってる。もう硬くなってる。ほら、ダメージがね、全然入らない。4000出てたのが急に3000になってるでしょ。これがね、なんか強くなるんですよ、こいつ。すげえ強くなるんで、めっちゃ辛いっす、こっからが。だから見た目以上に削れないんですよね。謎の硬さを手に入れよる。来ると思ったよ。もう一丁、よーし、いいねー。いやー今回いいっすよ、頑張っとる頑張っとる、マジで。グラビでミス、よーし、よし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 、ムツゴロウさんみたいになった、危ない危ない、よーし。よししか言ってない、もう。ダークフレーム。まあまあいいよ、もう3500ぐらい与えてくれ。800、800、1200。よしよしよし。いいよいいよいいよ。いいよ。フェイス。うい。打ちたくない、打ちたくないっす、打つか、
売ってすぐ夢捨て。カウンター来るのはもうほぼ分かってるし、これリノアをキスティスが回復してあげて、でツイスターカウンターが来て2000食らって夢捨てでなんとか間に合うかな。いけ、よし、OKOK、あともう刹那連打します。こっちも魔女の覚醒をもうこの状態から打っていこう。そして多分カウンター来る。うわ来ない、ラッキー、いやラッキーやわー、オーバーハンみたいになった。いやラッキーぞこれ。メテオいいタイミングだと思いませんか。夢捨て完璧だと思いませんか。よし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 、もうあともうちょいっすよね。もうちょいやもうちょいやもうちょいや、いけそう。うわすげえ、いけるかもしれん。ついにこの長い戦いに終止符。くぅ、ジョン・カビラさん、ただもう彼が、レインズがもう死ぬ。よっしゃー、完璧。いやもう良すぎるわこれ。死んだ、ふぅふぅ、落ち着け、いけるいける、いけるぞ、落ち着け、漆黒入れる、ツイスター、よし鉄壁足りてるわ。よっしゃいけるぞ、いけー、リノア最悪、フォローは闇寿司に任せろ。よしやったー、きつかったー、これキラキラ出た。あー胃が痛い。よーっしゃー、やったよー。うわこれ嬉しい。っていうかもう最近こんなんばっかやマジで。いやー正直楽勝やと思ってた今回。こんな苦しめられるとはね。よし、ミッションクリア。いや、もうほんま物理が効かなかったっていうのが、すべての誤算だったんですよ。そこからちょっと、もう全然組み立て直す感じになっちゃって。よかった。よかったです。はい。すいません。また手に汗握っていただいて、申し訳ございません。もう本当に、屍の数半端じゃないですけど、なんとかクリアできました。皆さん、本当に見ていただいて、ありがとうございました。